大阪府立茨城高等学校大阪府立茨城高等学校は大阪府茨城市新城町にある公立高等学校略称はうばらだかいばこう同窓会はひさたか会と呼ばれる1916年の水泳上竣工、クロール泳法の普及オリンピック選手など数多くの水泳選手の排出などの実績によって 日本近代水泳発祥の地と称され、記念碑が設置されている。現在でも水泳設備は充実しており、大阪府立高校で唯一、屋内型の50メートルプールを所有している。また、大正時代から続く、妙剣や高登山など、出日豪剣だった、戦前の教育行事の名残を今でも残している。その工夫は、第二次大戦後、 当初 GHQ から非常に警戒されたというが、現在はリベラルな交付となっており、生徒による体育祭運営などの自治活動が盛んである。1960年代以末には学園紛争の影響を受け、突出した学生による学校封鎖が行われたこともあった。校則は存在するが、紙染めや携帯電話の所持などは個人の自立性に任せられている。 これは、茨城高校の校風が自由、自立を重んじるためである。校歌、天ソラミオは、1912年には歌詞ができており、校名、地名が読み込まれていないという意味では、稀有な校歌である。2001年に、大阪府教育委員会より、時代をリードする人材育成研究開発重点校、エルハイスクールに指定された。 全校期の2期生の採用や65分語源授業の実施をしている。今の校舎になる前の旧校舎は昭和初期に建てられたコンクリート作りの歴史ある校舎で白桃と呼ばれるシンボルがあった。また庭には高月で出土した石棺が置かれていた今は博物館へ移管され、高校には体育館1階にレプリカ設置。開校百年を機に 新たな校舎がでこうヒロの設計で建てられ、旧校舎は取り壊された。体育館は屋根に最高のための突起がいくつも出ている得意な形をしているが、これは茨城同時にちなみ、鬼をモチーフに設計されたからである。校舎横には、パイベンチの通称がある。その形状が、円周率のパイの文字に似たベンチがある。これは、実は、当校の交渉をかたどっているのだが、 この交渉は創立当時の大阪府第四、尋常中学校の4の文字を伝化したものである。その形がパイに似ているためかつてはパイ校と俗称されたこともある。1886年甲府の中学校例では、一府県には一つの中学校という原則があり、大阪府では大阪府尋常中学校、現在の大阪府立北野高等学校1校のみが、 設置されていた。その後、中学校例改正で、複数中学校の設置が認められるようになったことや、進学希望者の増加を踏まえ、大阪府では中学校を軍部に増設する方向を固めた。当初は1校のみを増設する方向だったが、右与曲折を経て1895年に、府内軍部に3中学校の設置が決まった。この時に設置された中学校の一つ、 大阪府第四尋常中学校が、現在の大阪府立茨城高等学校にあたる。なお同時に設置されたのは、大阪府第二尋常中学校、現在の大阪府立三国丘高等学校、大阪府第三尋常中学校、現在の大阪府立八尾高等学校である。大阪府は、当初、府北部方面に新設する尋常中学校の予定候補地の場所として、 ついた村を検討していた。しかし島下郡後軍の統廃合により、三島軍の軍役所所在地である、茨城村への設置をおみが上がり、茨城村に設置することにした。1895年2月21日に、大阪府第四人城中学校の設立が認可され、同年4月25日に島下軍三島村、大麻総辞寺の総辞寺に、 仮校舎を設置して開校した。1897年7月に、三島国茨城村大和茨城の現在地に校舎が完成し、同年9月より現在地での授業を開始している。1899年には、中学校令改正により、大阪府第四中学校へ改称した。また1901年4月には、大阪府茨城中学校へ改称したが、 直後の1901年6月には、大阪府立茨城中学校へと改称している。1913年6月には、高知住のため池を改造して、水泳池が設置された。水泳池は生徒らの作業で設置された。しかし水泳池は、学校外部から自由に、出入り可能な状態だったため、近隣住民の洗い物などにも利用され、衛生面の心配もあった。 その後、大正天皇即位記念事業として、本格的な水泳場の建設が行われた。水泳場は、生徒の作業で造成され、1916年3月に完成した。1895年の創立当初の制服は和装だった。しかし、大正時代に入ると、全国的にも制服の予想化が進み、和装の制服を採用している中学校は、 日本全国で3校のみに減少し、そのうちの1校となっていた。時代遅れの制服に対して1920年には、生徒らが制服改革を求めてストライキを起こし、それに対して学校側はストライキ主導者の退学処分で応じ、それらの騒動が新聞報道されるなどした。1921年に校長が交代し、新校長が制服改定を表明。 1922年度より実施することで、制服問題は決着している。第二次世界大戦中の国民、総動員体制により、1937年以降は、勤労奉仕が始まり、生徒らは軍事工場に動員された。1944年8月以降は、数年の動員体制となり、授業が行われなくなった。3から5年生は、 軍事工場に動員され、1から2年は開墾作業に従事した。1948年の学生改革により、新生高等学校となり、大阪府立茨城高等学校と称した。近隣の大阪府立春日急高等学校、大阪府立茨城高等女学校と、男女生徒を交流して、男女教学を実施した。茨城高校、茨城中学校から、 春日ガ高校へは男子生徒355人が移り、また春日ガ高校、茨城校女から茨城高校へは女子生徒363人が移った。しかし直後の1948年5月26日、GHQ は茨城高校校舎を新生中学校校舎へ転用する方針を決めた。GHQ は茨城高校の廃校方針を決め、 GHQ の責任者は、廃校採決の承認も行っていた。これに伴い、茨城高校は校舎を明け渡し、春日ガ級高校内に同居することになった。また学生改革に伴い過渡的に設置されていた、併設中学校の生徒は、学校組合立養成中学校、現在の茨城市立養成中学へ転入させた。空いた校舎は、追田市立。 第二中学校と富田町立中学校、現在の高槻市立第四中学校が使用する計画になっていたが、両校とも独自に校舎を建てることにして、校舎を使用しなかった。GHQ の措置に対して、茨城高校関係者は校舎復帰、廃校反対を求める運動を起こした。新中軍は、高校関係者や地元住民の意向を無視できないと判断して、 方針転換し、茨城高校の校舎転用方針は撤回し、茨城高校、春日ガ高校にそれぞれ新生中学校を付設して六年生の実験学校とする案を出した。これに伴い1948年8月に現在地に校舎を復帰した。また書類上は廃校扱いになっていたので、茨城の名称は使えないとして、1948年8月に、 大阪府立三島屋高等学校の名称で大阪府に届けで1948年10月の大阪府条例では三島屋の名称で告示されている。付設される新生中学校は従来の学校組合立養成中学校を分離する形であて、茨城高校内には1949年に養成東中学校が併設された。しかし、 実験学校案は、思いつき、茨城市とまで言われるようなものだったためわずか1年で廃止され、不設の妖精東中学校は1950年に廃止されて、元の妖精中学校へと戻っている。公明は、大阪府立三島屋高等学校となっていたが、茨城の公明を復活させる運動が1952年以降、本格化し、1955年には、 春日級高校サイドの大反対、春日級も茨城の地名を公明に関した方が諦めた経緯があるためを振り切る形で現在の大阪府立茨城高等学校へと解消した。高校3原則の下、と1949年度より総合生家庭を実施した。入学時は一括募集で普通、家庭、商業、工業に関する選択科目を設けて生徒に 選択させ、普通科目を一定数以上選択したものは普通課程、職業科目を一定数以上選択したものは職業課程とする方式だった。工業科は1953年度より別枠募集を開始したが、普通科の中に商業、家庭の選択科目を設置する、総合性の教育課程は1962年度、入学生まで維持された。 しかし1963年には、同年に新設された大阪府立茨城工業高等学校、現在の大阪府立茨城工科高等学校に、機能を移管する形で、工業科の募集を停止した。また1963年のカリキュラム改正では、同年に入学した生徒より、商業、家庭の選択科目の開校はなくなった。これに伴い旧、旧家庭、 総合課程及び工業課の生徒がすべて卒業した1965年3月を、もて総合制は廃止されている。1970年代から1980年代にかけては、生徒急増期にあたっていた。1970年代については、大阪府の政策により、不立高校の新設が進み、生徒数増加分は主に新設校で受け入れる形になったので、 既存校の茨城高校への影響はなかった。しかし1980年代になると、1990年代以降、生徒減少期に入るという見通しなどから不立高校、新設が抑えられるようになり、既存校での受け入れ政策へとシフトしていった。このため、茨城高校では、1970年代前半には、一学年十クラス十五人学級だったが、 ピーク時の1986年度から1989年度にかけては1学年1 2人級、9、48人学級、へと生徒数が増加している。不足分の教室を補うために校舎が増築されている。1935年建築の校舎の老朽化が目立っていたため、大阪府議会は1990年、茨城高校を含む府立、 高校11校についての改築予算を計上した。それに伴い、茨城高校の校舎改築が具体化することになった。当初計画では1995年の新校舎竣工を目指していた。しかし校舎建設予定地から、旧石器時代から江戸時代にかけての複合遺跡が発掘された。遺跡は新城遺跡と名付けられ、発掘調査が行われたために、 校舎の工事が遅れ、完成は1997年4月となった。伝統的に水泳が盛んであり、現在の水泳部は飛べ込み競技を経て、水球、競泳のクラブとなっている。また、茨城高校には、スキー、テニス、ラグビー、ハンドボール、バドミントン、陸上競技、サッカー、野球、卓球、バレーボール、剣道、囲碁将棋、吹奏楽、ダンス、 文芸、数学研究、パソコンによるゲームプログラミング、科学、生物、軽音楽、フュージョン、古代文字研究、射撃、競技カルタ、家庭科、ディベート、作動、クイズ研究、ボランティアなどの部活動及びサークルがある。またかつては、山岳部、昆虫研究部といったクラブも存在していた。これらの部活動及びサークルはべて生徒会に属し、 生徒会執行部の参加にある。執行部が不成立の場合は、部活動は存在しない扱いとなる。これらすべての行事は、生徒会執行部が中心となって、各行事実行委員が運営する。これらを通じて、生徒たちは、のぶとく成長する。もし、生徒会執行部が成立しなければ、中止となる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。